はい、それでは帝国の6時になりましたので、ただいまから、ロボット連絡会9月の連会を始めます。今日も皆さんお越しいただきましてありがとうございます。8月お休みなんでちょっとお久しぶりって感じしますけども、その間にいろいろこうね、地震だとか台風だとかですね、災害なんて、ちょっと大変だなっていう思いをされた方も多いんじゃないかと思うんですけども、大丈夫でしたでしょうか。今日お越しの方は大丈夫だったんで来られたと思うので、幸いだなと思っております。今日はですね、舞鶴校ご案内の通り、舞鶴高専の町田先生にお越しいただきまして、よくお話をいただきたいと思っています。舞鶴高専、なんでこの話になったかというと、こちらのエスタ5のメンバーに菅さんいらっしゃるんですけども、菅さん の出身校でもあるんですね。それから桜インターネットさんの、今は案内簡単だけど、桜インターネットの田中社長も舞鶴高専の出身だということで、その時の先生だったのが町田先生だということなので、その辺のお話もちょっと出ていくんじゃないかと思うんですけども、高専ロボコンってですね、奈良会全国に高専がありますけども、そういったような話だとか、いろいろと興味深い話も気になるできると思いますので、私もちょっと楽しみにしております。で、おおむね大体1時間ぐらいお話しいただいて、質疑応答等ですね、お含めまして1時間ぐらいお時間いただきまして、話しいただきます。で、その後はいろいろとトータル話題もあるんですけども、今日は飛び入りでいろいろとちょっと配布物を配布したいというようなこと、幾人かいらっしゃるんで、その時また配布していただいてということもしたいので、ですから名刺交換会は19時45分からしたいと思いますので、その直前ぐらいにね、自己紹介をしたいと思います。ですので、いつもは最初に自己紹介するんですけども、早速町田先生の話をしたいと思います。ということで、よろしいですかね。ではどうぞ、よろしくお願いします。自己紹介の方からよろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、舞鶴高専電子制御工学科の町田です。と言ってもよくわからないんですけど、ロボコンの指導教員だといえば大抵はそうなんだなという感じです。はい、よろしくお願いします。今回ロボット連絡会でお話しさせていただくことになったのは、菅君と久保さんの方からですね、紹介をいただきまして、きちんと久保さんと連絡して公式的な出張になっています。といってもちょっとデジットで買い物をしに来たんですけども、はい、です。久保さんからフェイスブックなどで紹介されてますように、高専といえばロボコンというぐらい、ロボコンが知名度を上げるのに役立っています。でも高専そのものについてはあんまり知られてないということもあります。なんといっても各都道府県に1校ぐらいの割合でしかないので、物理的に知らないということだと思います。で、高専って簡単に言うと短大、中学校出てから5年間なんですけども、工業高校や理工系大学とどう違うかとか、そういう話をしてほしいということなんですけど、多分それはちょろっとしか出てきません。で、舞鶴高専といえば桜インターネットの田中社長とこの菅君が有名だそうですけども、実は私が舞鶴高専卒業して長岡行って頂いて帰ってきた時に、初めて担任を持った時の学生が田中社長だったんですね。で、同じロボコンするクラブ S 研っていうんですけども、のメンバーが菅君だったということです。はい。で、できるだけ電電タウンということで電子工作関係のことを言いたいと思うんですけども、先ほど言いましたように、生い立ちはこういうふうです。長岡理科大、卒業して舞鶴高専に戻ってきて、いうことです。で、もともと機械工学科だったんですけども、それはそれで良かったと思います。はい。
で、2012年に旧工大情報工学部で、ドクターを取得しました、はい。でまあ、久保さんみたいなすごいライターではないんですけど、法務社からこの本、2冊しか出なかった、じゃあ2冊、うん、まあまあしか出なかった本ですけども、それと、インターフェースとかデザインウェブマガジンにちょろっと記事を書いてたりしていました。で、電子工作との出会いなんですけども、母方のおじさん、5人兄弟なんですけど、一番下のおじさんが同志社大学の電気工学関係で、ちょうど松下電機に就職されたんですけど、手取り足取り、まあ、アマチュア無線から始まって教えてくれたんですけど、これですね、直流安定化電源、これを作ってもらって、まあ、真空管時代だったんで、こうパネルを穴開けして作るという。ね、でこれ回路、今見ても美しい空中配線なんですけど、ちゃんとテナーダイオードで低電圧源をやって、ちゃんと誤作動吹きがあってということで、まあ、こういう回路はすごいなと思ったわけですね。で、まあ、こういうことをしたいと、まあ、はっきり言っておじさんの影響が一番大きいですね。で、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、ラジオの制作とか初歩のラジオとか、その1970年代っていうのはやっぱりその電子工作関係の雑誌が花盛りで、その記事に熱中していました。で、まあ、こういう本を書いたんですけど、この本を書いたきっかけは、担任してる時にホームルーム用に、電子工作のことを手書きで書いてたんですね。それをホームページに載せたら、大武者出版の津久井さん、今本を部長になられてますけど、から本書きませんかということで本を書きました。で、その時の記事がで出したのがこれですね、ちょっとトラフィーの記事をパクってるところもあるんですけど、一応全部自分で設計しました。で、これは 0V から 20V まで、もう内部抵抗すごく低くて、電圧精度も高いやつですね。で、こちらの方はカプセルに入ってるのは本当に LED を低電圧源にして、やったやつです。はい、まあ、とにかく直流可変電源っていうのはあんまり知られてないですけど、まあ、非常に電池の代わりになって便利なものですね。今ではもう DC アダプター一発なんですけども。で、アマチュア無線がやっぱりメインなんですね。で、そのおじさんに教えてもらったんですけども。